せっかく一本になったのにもったいないよな、西山も。この業界でやるだけやってさっさと辞めて、女のためなんて、まあ最後まで西山らしいか。案外そんなことも計算してたのかもしれないぞ。寂しくなるな。どうだ、ケーキ漬けに行くか。そうだ、京子ちゃんから北さんに何か言ってくれよ。北さんの判断だもん、私は言うことなし。まあ次があるからまた頑張るんだね。悪いけど私は早退。どこ行くんだよ。どこでもいいでしょ、なんか問題ある？どいつもこいつも冷たいやつばっかだよ、まったく。やっぱダメか。はい、鹿島さん地方ですね。天気が悪くてかなり押してるみたいです。そうか、どうします？やるしかないな。リテイクですか？でももう一度対策見なきゃいけないですね。しょうがないな。谷口、悪いけどもう一度スタッフとキャストに連絡してくれ。もう先方の都合でいいから、取れる日程でスケジュール組んでくれ。スケジュールなら確認してあります。お前どうして？昨日のうちに。浜田さん別件やってるみたいなんですが、週末ならなんとか空いてるみたいです。じゃあ早速。北さん。ああ、じゃあ連絡しておきます。技術は星さんのところでいいですよね。どうだ、いけそうか？そろそろ熊開けそうですけどね。懐かしいもん持ってるな。西さんから。もうボロですから。それ誰だったか教えてやろうか。うちの続きもんだ、大事に使えよ。